スイッチ PSO2 クラウドで新レイドボスエルトロンドラゴン討伐スペシャル。うえー、来た来た、おー素晴らしい。はい、ということで、ね、ではじゃあここからは酒井さんにお願いします。はい、はい、ここにいる、あの会場にいる皆さんにはですね、すでに放送の前にですね、任天堂スイッチの PS4 クラウドで一度、エルトロンドラゴン戦を体験していただいております。皆さん、いかがでしたか？面白かったですか？ありがとうございます。で、今日はなすなかさんにプレイいただくんですけども、はい、それ以外に10名ここから選びたいと思います。あ、もうこの会場にいる、はい、会場から、皆様から、わあ、ドキドキする。ちょっと会場の客電を明るくできるかしら。立候補してる方がいっぱい。そうですね、じゃあちょっと、なすなかの二人準備しつつ、ちょっと会場に選んでいきましょうか。なすなかが2人選んでください。はい、2人選んでください。これ、2人、あの、よく、ほとんど上げてて、どうしよう。なんか、どうやって決めればいいんですか、これ。まあ、この中からですよね。まあまあ、そうです。まあ、目立つ人を当てればいいんじゃないですか、ルーサーの。ルーサーのお面かぶってる人とか、いるじゃないですか。ルーサーいますよね。ルーサーいる。ルーサーいるな。ルーサーいますね。いや、中里さん、あのルーサーやったら画面見にくいと思うんだけど。そうですね。遊べるかどうかがあるんですけど。そうですね。けど大丈夫ですか、ルーサー。それでも見やすい。あ、大丈夫。見える？じゃあルーサー行きましょうか。ルーサー、せっかくなんで。ルーサー、強力な助っ人が。これは勝てる。これは勝てる。これは勝てる。ルーサードラゴン多分詳しいでしょうからね。ルーサーは。詳しいでしょう。もう一方。もう一人。研究の成果を見せてくれるかな。どなたにしようかな。ね、じゃあ、あの赤いマフラーのお兄さん、はい、お願いします。かっこいい。はい、クリスマスっぽい。いいですね。はい。赤いマフラー。なんかでもぜひ女性の方にもね、そうですね、やっていただかないと。じゃあ、あのなすなかの二人準備はって、はい、あとじゃあ、残りは何人だ、8人か、8人、はい、じゃあスワちゃん、2人ずつ、はい、8人気になる方、ごすいえお二人ぐらい、はい、そうですね、あ、なすだ、ちょっとでも女性の方にが、はい、あ、じゃあ、あのもうこうやってあの光る棒を振ってくださってる、光る棒あの熱い情熱を向けてくださってる、あの 2列目 の、 あの女性の方で、はい、青いライトの、はい、すみません、はい、あと、あ、もう一人どうしようかな。でも後ろの方も結構頑張って手を挙げてくれてるの で、 うで、ね、どうしよう、ちょっと待ってくださいね。 あ、どうしようかな。あ、じゃあ、え、ちょっと待って、あの着ぐるみの方挙げてるんですけど、あの方はいけんじゃないですか。いけ、いけ、ほ、本当です、いけます。大丈夫です。着ぐるみじゃないですよ、あれ、本物のクリスマスコスチュームのクーナさん。え、いけます、ね、プレイできますか。 OK、 はい、じゃあ、はい、じゃあクーナさん、クーナさんにしよう。見える、大丈夫、ね、大丈夫かな。よどみなく歩いてきてます、はい、え、本当だ、もうスッて。わー、じゃあ俺も当てます。どうしようかな。いや、これはね、もう本当の申し訳ないな。じゃあ、一番端っこの女性の、あ、はい、あの、これで手を一応奥にいらっしゃる、はい、たったと、ね、もうめちゃめちゃ皆さん、ね、あっちの席とかも。じゃあ、手前の黒いマスクの、あ、はい、男の子お願いします。はい、あとじゃあちょっと僕、あの目が若干悪いので後ろの方からちょっとどうしようかな。そうですよね、ガチでガチで選んでるからどれぐらいの実力か全然わかんないですけど。はい、何、確かに、あ、大丈夫ですよ、選んでください。はい、じゃあ、こちらの白マスクの方お願いします。はい、あともう一人、あ、じゃあヒーローがいる。ヒーロー、あ、本当のヒーロー出てきちゃった。本当だ、これは勝つるよ。あ、かっこいい。じゃあ、あと浜崎くんもう二人お願いします。はい、あと二人です、なかなか、ラストです。すごいアピールしてますね。じゃあ緑の、はい、座った方のオプションの設定とかやっておいていただければ、はい、あと赤い服の一番最初に並ばれた、あ、ありがとうございます。ありがとうございます。ではこの12人でプレイしていただこうかな、はい、あの今席の方行ったら、あの全国1位の人見ましたね。全国1位の人、あの有名な方ですね。はい、はい、うん、皆さんね、はい、手を挙げてくださって本当にありがとうございます。はい、ありがとうございます。
はい、でちょっとですねプレイの前に少し時間をいただきまして、はい、まず任天堂スイッチでのサービスについて詳細を、ここで発表させていただこうかと思います。その間に皆さんちょっとすごい絵面なんだ。ルーサーの絵ちょっとやばい。絵面がシュール。すごい。なんかいろんな方が集まられたみたいな。はい、そうですね。まずはですね、以前 TGS で発表した内容、その間に皆さんあの準備しておいてくださいね。はい。おさらいさせてください。スライドお願いします。はい、こういう感じでですね、クラウドゲーム、PSO2 クラウドってクラウドゲームなんですけども、Nintendo Switch からクラウドサーバーで処理をしまして、それを PSO2 ゲームサーバーに持っていって、その処理がクラウドサーバーで処理されて、映像として Nintendo Switch の方に返ってくるという感じの、仕組みになっております。未来ですね。はい。なので若干今日プレイしてもらった感じだと、ちょっとそうですね、やっぱり既存のプラットフォームで遊ばれている方は、はい、ちょっとやっぱり少しそこに違和感を感じられるかなとは思います、ね、っていう感じはあるみたいですね。で、まあ、クラウドから逆に PS2 を始める方は、はい、多分違和感ないんじゃないかなと思うんですけども、はい、あと、まあ、意外に慣れると、はい、こういうことかなと思われたりされるちょっと慣れればというような感じかなと思います。はい、はいはい、続いてこちらスライドお願いします。はい、クラウドサーバー上にゲーム本体のデータがあるので、大容量のハードディスクや時間のかかるダウンロードや毎回のアップデートの必要がございませんと。これも大きいですよね。はい、これはすごく大きいと思います。で、Nintendo Switch 本体は先ほども言いましたけども、入力に対してクラウドサーバーから映像を受け取り表示する形になります。クラウドのゲーム画面はですね、後でご覧いただきますけども、だいたい設定5と設定6の間ぐらいの表現になります。で、クラウドゲームの特性上ですね、30fps 30フレームの動作となりまして、通信状況により、遅延等が発生する場合もございます。映像を絶えず受け取るということで、安定したネットワーク環境が、必要となります。で、基本プレイですが、他のプレイと同じプラットフォームと同じく無料で一部有料アイテムありという感じになります。で、ここからが新情報なんですけども、まずですね、気になるブロック構成とかアカウントダウンロードについて、うん、あとなんとサービス開始時期などもお知らせしようかと思います。はい、まずブロック構成です。スライドお願いします。はい、Nintendo Switch サービス開始時のブロック構成なんですけども、シップ構成は現状のシップ1から10、プラス共通シップのままとなります。で、シップ1から10に PC& クラウド専用ブロックが複数新設されます。で、クラウド版はこのブロックのみでプレイできるため、 PC 以外の機種とクエストをプレイすることはできません。で、まあ、今回ですね、新規ユーザーが多いということと、まあ、環境によってはですね、遅延等が発生する可能性もあることを、考えまして、まあ、マルチプラットフォーム展開をする上で、スイッチについては PS4 とか、PS ビータとはブロックを分けるという形にさせていただきました。PC 版でしたら、どのブロックにも入ることが、可能となっておりますので、スイッチの方と遊びたいという方は、PC 版をご利用いただければと思います。そして、その他細かいところですけども、複数ブロックマッチングも PC& クラウド専用ブロックで行われます。バトルアリーナは共通シップに新設されるクラウド版専用ブロックでのみプレイできます。バトルランキングもクラウド版専用のものが用意されます。で、チャレンジクエストですけども、こちらは、シップ1から10および共通シップに新設される PC& クラウド専用チャレンジブロックでのみプレイできます。他の機種とプレイすることは、できません。チャレンジランキングは従来のものと共通となります。はい、そして続いてプレイデータについてです。はい、別機種でプレイしていた、プレイデータのご扱いになります。今回ですね、全て同じセガ ID でアカウントが共有できます。だから PS4 でプレイしていた方、PC でプレイした方、全て、同じアカウントで Nintendo Switch で、プレイできます。で、AC や SG とも多機種と共用できます。20ログインでなければ各機種を並行してプレイすることも可能ですので、 PS4 でプレイして Nintendo Switch でプレイして PC でまた戻ってきてプレイするとか、でそうですね、ダウンロードしてる間に Switch でプレイして、ダウンロードが終わったら PC でプレイするとか、そういうことも可能になっております。ただですね、はい、半ゲームアカウントの並行ブレンドは、できませんのでご了承ください。あと Nintendo Switch でのプレイについては、Nintendo アカウントが別途必要となります。あとワンタイムパスワード等、使用も可能になっております。あとですね、ここ書いてないですけど、キーボードとかマウスもプレイ、は可能になっておりますので、ご安心ください。で、またですね、 AC についてはセガ ID から、イサオ経由での購入となります。 Nintendo eShop から AC の購入はできませんので、お願いいたします。
あとアイテムについてですけども、各機種でしか手に入らないアイテムとか、登場した場合もですね、別機種でもプレイ時にも、ほぼ全てのアイテムが問題なく表示されるようになっております。で、例えばあのトロクロとかって PS4、はい、まあね、SIE さんの、ね、はい、キャラクターですけども、できないです、はい、できないですけども、スイッチでプレイした時もちゃんとトロクロが見えるという、そうですね、はい、すごいことになっております。はい、境界を超えましたね、はいはい、その辺は境界を超えております。で、一部コラボ関連アイテムについて、権利関係の場合や、都合やですね、関係元のポリシーでプラットフォームによりアイテムの、使用や表示にちょっと制限がかかる場合もございますのでご了承ください。はい、そして、もう一個かな。そうですね、はい、現時点では過去に配信したミュージックリクスの一部がほとんど、はい、ほとんどは基本的には、ね、再生されるんですけども、ちょっとクラウド版で再生できない制限があるかもしれないというの、はい、今調整中になって、アイテムに関してはほぼ、はいはいはい、ミュージックディスクぐらいでちょっと、できないものがあるかもしれないということです。はいはい、あとダウンロードからプレイまでの流れなんですけども、サービス回数に配信されるクラウドアプリをダウンロード、これ今のところ50メガぐらいらしいですけども、数十メガバイトくらいの、クラウドアプリをダウンロードするだけです。で、自分でアップデートすることなく常に最新版がダウンロードされている環境になります。で、それ以外にダウンロードはないので、PS2 クラウドは最も手軽に、始められる PS2 となります。クラウドアプリがアップデートされたりした場合はちょっとダウンロードしていただく場合がありますけども、その場合も数十メガバイトぐらいなので、そうですね、本当一瞬ですね、すごく早い今の時代、はい、形ですね。で、手順的にもまあこうやって書いてある感じで、クラウドアプリをダウンロードしてもらって、クラウドアプリを実行してゲームを始めるって選択するとそのまま PSO2 始まるっていうような感じになります。確かに酒井さんさっきおっしゃってましたけど、はい、やっぱりアップデート日なんかちょっと帰るの遅くなっちゃって、うん、アップデートあ2時間かかるとかっていう時に、うん、その2時間実はスイッチがあれば先にそっちで遊んでおいてってことができたりもしますので、なんかいろいろな使い方もあるかなと思います。こんな感じで使っていただければと思います。そして最後に、発売時期なのかな、うん、サービス時期は、はい、こちらです。ドン、はい、2018年春サービス開始予定になっております。結構早い、はい、そうですね、まだ何月何日とはちょっと言えません。そうですね、はい、春頃、はい、春、はい、結構早いかな。6月とかにはならないかもしれないかな、ね、4月とか、はい、なんとか、はい、なんとかその6月にならないように、はい、ちなみに春のアップデートで星雲なんとかってあったんですか。そうですね、あのロードマップでね、星雲ってそれはっていう感じの星雲って書いてあったんですけど、星雲と雲をクラウドをかけていると思っていただければ、はい、いいかなと思います。あ、なるほど、はい、あ英語ってこと。あれ、あ、そう、英語ですよね。英語でクラウド、雲ってクラウドですよね。そういうことか、はい、だからあの辺にはなんで、センコンとはコラボしません。はい。はい。はい、ということで、あとですね、もう一個あるけど、PS ビータのサービスはまだまだ、はい、終了いたしませんので、はい、PS2 クラウドが始まっても、ご安心いただければと思います。はい、という感じで、もう、準備はもうバッチリ、準備は終わってますよね、完全に。もう荒ぶってますからね、はい、すごい。ちょっとね、なすなかのお二人が本当に初見なので、はい、はい、で、お二人の一応画面を映しながらプレイしていきたいと思いますけども、はい、では早速もう行っちゃっていいですか。大丈夫です。はい、ではなすなかの画面お願いします。はい、もうワイワイしてます。はい、もうキャンプ席から降りたところですね。はい、はい、画面の左が中西さん、左が、はい、右が、はい、今に飛んでるの僕、はい、マフラーが私です。二人ともマフラーしてない宝剣、二人ともしてます。あ、二人ともやってます。あ、同じ、あ、親戚なんで、二、はい、人だけ見栄えが違う、見栄えっていうかコスチュームが違うからは、まあ分かりやすいそうですね。はい、はい、はい、では浜田チームの方が、はい、はい、そうですね、今回ですね、イブジダ系の武器装備してプレイしてもらいますので、はいはい、よろしくお願いします。はい、はい、ではですね、転送装置アクセスしてもらってですね、行っちゃいますよ。はい、行っちゃってください。はい、今回このわドキドキする結界を奥に行くっていうシチュエーションからスタートしてる。そうですね、これ、はい、アリサが貼ってくれてるやつを、はい、一部解除してそこから戦いに行くっていうような楽しみ、はい、そうですね。じゃあ皆さん拍手をお願いいたします。はい、3、2、1で、そうですね、はい、じゃあソワちゃん、カウントダウンをじゃあ、はい、あ
ってた。ないね、なんて言えばいいの。あー、そう、いいのね、今のでいいのね。さあ、大きいの来たよ。さあ、大きいの、はい、始まりました。まず最初はですね、はい、橋の上で、魔物師と、戦闘するところから始まります。城の上からですね、エルトロンドラゴンが援護してくる中での戦闘となりますので、炎に気をつけながらですね、魔物師のデッキ化を行ってください。なんか樽投げてくるね。そうですね、オークボンバが、遠方から樽投げてきます。結構バスタークエストだと、あの塔が狙われてるんでプレイヤーにはそんなに攻撃してこないんですけど、はい、今回ガンガンプレイヤー狙ってくるんで、そうですね、相当うわうわうわ、どうしよう。あと自爆がね、意外に食らったりするんで、はい、まあ、今とかちょっとたくさん食らってましたけど、あの結構気をつけていただけるといいかなというところですね。そう、画面が見づらいかもっていう話もあるので、1画面とか、はい、画面が見づらい、そうですね、してもらってもいいか。はい、じゃあ大きい1画面にしてもらっていいですか。まずじゃあ那須さんの画面でお願いします。怖、はい、敵が激しいよね。はい、大体ですね、設定5と6の間くらいの描画になっています。はい、なのでこれくらいのグラフィックでは、楽しんでいただけるかなというところですね。ちょっとニコ生の画面で見るとほとんど分かんないかもしれないです。そうですね、はい、ちょっと危ない、ちょっと危ない。あの今回はね、あのモニターとかテレビモードでやっていただいてますけども、ちゃんとあの携帯モードも当然対応しています。はい、そうですね、はい、携帯モードで見ると相当綺麗に。そうですね、はい、なのでソファーで、ね、転がりながらとかっていうのもできるようにはなってますね。まずはこのでっかいやつを倒す。そうですね、これが橋を突破しなきゃいけないので、はい、これがほぼほぼ最後かな、上に上がらないと。あー、じゃあとかまだじゃあとりあえずみんなで今これをやっつけてる、はい、なんか火も飛んでくるし、ちょっとあれですね。あ、焼かれる、熱い熱い。そうですね、あのエリトロンドラゴンの攻撃なんですが、一応余剰の見えるようにはなってますので、打っていただければ出られるかなというところですね。あ、はい、じゃあ始めたら危ない、危ない、日の丸の、ドラゴンとの戦闘になります。最初はですね、弱点が露出してませんので、どうやって露出するのか、弱点を出すのかなっていうところから、スタートになってますね。すごい、皆さん前足を集中攻撃してる。まずは足ですね。まずは足、はい、足ですね。 V 破壊ができて、V 破壊を行うとですね、リアクションを取りますので、まずは足を攻撃してみてください。すごい、中西さんの画面見ましょうか。はい、じゃあ中西さんの画面お願いします。はい、宝ジェニーの画面、今ちょうど吹き飛ばされたとこです。タイミングな、はい、で足の爪を破壊できましたので、胸のところにですね、青い、ここが弱点になりますよというマークが出てきました。今もですね、弱点にしてしまいましたが、ここに対してですね、ラコニウムソードで、攻撃を行うとですね、この赤い状態、ダメージが取りやすい状態に変化します。やばい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 、那須さんか中西さんがラコニウムソード取ったら、取ったって言ってください。あ、わかりました、取ったのって言ってください。まだ取ってないです。はい、ラコニウムソードが出てる場所って分かるんですか。ラコニウムソードが出てる場所はですね、はい、あのレーダーマップのところで、見えるようになってます。はいはい、あとですね、あのラコニウムソードのマークが、マップの隣にあって、うん、ここに今03って書いてあるんですけど、はい、3人持ってる状態なんで、はい、今はまだあのもうみんな持ってる状態になってるっていうところですね。お腹が黒くなった、急に硬くなりました。はい、これは胸の、弱点をですね、破壊しましたので、はい、このあと飛行フェーズに移ります。飛行フェーズ、あー、はい、確かに、あ、降りました、目の前に銃弾、目の前にあるよ。だからジェンズ、あかん、ちょっと怖い、銃弾、銃弾、ラコニウムソードある、ダメ、やった、取った、はい、これただ今使えないけどね。このタイミングあんまり取るタイミングでもないです。このタイミングはマナ速射砲というですね、この大砲だ、大砲、はい、大砲、大砲2個、大砲が肩越し視点でですね、ラコニウムソードの通常攻撃振ってもらえると、火球の破壊が作用になってますね。すいません、すいません、僕取ったものの相席みたいな。じゃあコナスの画面行ってみましょうか。危ない、うわい、コナスに行きましょう。コナス一回離そうか。はい、こんな感じで、このでかい球体は撃たないといけないですか。撃ってください、撃ってください。ドラゴンがダウンしますので、はい、何かに飛ばされてるんだ。はい、これダウンしたらですね、あの羽の弱点今見てますので、はい、ここに攻撃を行ってください。なるほど、なるほど。
はい、った、これで破壊できましたね。でもう片方がですね、あの弱点化できる状態になりましたので、ラコニウムだ、はい、ここでうまくラコニウム当ててるとよかったんですが、飛んでしまったんでまた撃ち落とす方法になります。なるほど、はい、で2回目はですね、少しあの下級の、動きがですねトリッキーになりますので、ちょっと難度が高くなるというところです。危ね、面白い。これ浜崎さん、下級を撃ち落とすイメージかな。はい、そうです。下級を撃ち落とすとですね、あの痺れを切らして、あの大きい下級の攻撃を行ってきますので、うまくこの小さい下級をですね、どんどん落としちゃってください。あんまりドラゴンに本体を、ね、攻撃してもダメージ入んないので、そうですね、あんまり与えるから火の球を壊して、うわうわうわ、やりやー、危ない危ない危ない、めちゃめちゃ飛んでくる。あ、でもすごい、やっぱ皆さんの、絶妙な打ち落とし、いや、もう皆さんのおかげです、本当に。皆さんめっちゃすごい、これは痺れ切らした、痺れ切らした、これ破壊しましょう。しびれ切りましたけど、破壊しましょう。小さいのも来る。うわ、そうです、小さいのが飛んでくるので、これも撃ち落としながら大きいのっていうので、両方やらないといけないっていう。大きいのとか、あぶね、やばい、あぶね、いきましたね。皆さんありがとうございます。あとはラコニウム、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 俺置いてきたね。ラコさん、頑張れ。ラコさん、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 みんなで、ラコさん、今あやっていただいた、ラコさんありがとうございます。あ、弱点になりましたね。弱点になりました。まだ、まだ。あ、どうだった、はい、これ。これうまく破壊できるか。あ、いけましたね。た、はい、これで最後ですね、本丸に移動します。あ、なるほど。これか。はい。あの一番元気な状態のエリトロンドラゴンと、はい、ね、あの協力プレイいただいている方、那須さん、中西さんにもラコニウム騒動を分けてください。いやいや、だけ残していただくと、いいんです、いいんです、はい、いいんですよ、なかなかね、たまにはちょっと上げてみてください、はい、そうそうですね、あのそんな危ない危ない、あ、これいった、どれで当たった今、はい、結構攻撃が軽くなってますので、どれだ、危ない、痛い痛い、こいつ危ない、危ない、今ナクレス城1本開きましたよ、ちょっと開いてますよ、あー開いた、どこどこ、あー、どこ、取ったら教えてください、痛い痛い、あー、あったあったあった、あの火を避けるタイミング覚えな、危ない、これ熱風、熱風何、うわ、取った取った、タカラジェンの画面、タニシさんの画面お願いします、タカラジェンのお願いします、どこ、あれ、どこだって、あー、取った取った取った、今だったら行きますよ、はい、出ますよ、今、弱点になってますんで、あの左のですね、はい、前足と後ろ足を、破壊しに行ってみてください。これだ、足、足、足、ね、うわ、うわ、危ね、難しい、今はこのオレンジだね、オレンジをやるんですよね、オレンジのところが弱点になってます、使ってる、曲がりやすいですね、でも、あ、30秒、はい、あ、30秒、やればいいんだよ、熱風、あと30秒、来たで来たで来たで、熱風すごいよ、ラコニウムソードを持てる時間、あ、なるほど、はい、そうですね、ラコニウムソードは、持ってからですね60秒間持つことができます。 あとはですね、 HP が0になった場合も外れてしまうので、やられない HP ゼロにならないようにですね、うまくキープしていただければなと。60秒過ぎるとどうなるんですか。60秒過ぎると、あの手放した状態になって、手放した状態、はい、これを取ればいいんですよね。そうですね、もう一回取っていただければ、あのラコニウムソードはまた使えるようになります。取りましたよ、はい、取ってください、はい、こういう感じで取りました、取りました、はい、小田さんの画面いってみましょうか、はい、で、今はどれだ、オレンジよ、今オレンジ、いや、熱風危ない、コナスさんの画面お願いします。これで、足をですね、2つ壊しましたので、今ダウンしている状態です。頭に行きましょう、起きちゃった。そうですね、こういう風に大きいダウンをするとですね、頭への攻撃がしやすくなります。なるほど、この他ですね、あのエリトロンドラゴンが攻撃を何回かするとですね、あのちょっと疲れたようなモーションを取ることがありますので、はい、その時も頭攻撃するチャンスなので、うまくダウンを狙いながら頭をチャンスの時に攻撃するっていうのが、まあ、セオリーになるかなというところですね。そしてですね、青く光っているところに、PA をチャージして、チャージして、ラコニウムソードを当てると、弱点を露出することができます。バスターディバイス、はい、なるほど、あ、なんか今なった、あ、僕やりましたよ今、あ、本当に、はい、今、あ、来ましたね、やりました、やりました、はい、はい、あの結構ね、チャージする前に離しちゃうことがあったりするので、はい、あの気をつけてください。そうですね、ここはうまく、あの何回か使っていただいてですね、タイミング覚えていただければいいかなというところですね。飛びました、はい、飛びました、これがちょうど、まあ、本丸の中間地点といったところでしょうか、うわ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 、あ、この熱風がね、熱風がすごいですよね、
熱風が今回はあの自動で 50% の状態で生き返るようになってますが、本番はですね自動では生き返りませんので、エムアトマイザーと使って復活させたりとか、はい、今もう一個青いところありますよ。あれソードは、ソードは誰持ってる？あーよし、ソードどこ？中西さんの画面行ってみましょうか。私今ソード取ってないです。中西さんどこでしょうか。おお危ない、危ない、よけた、よけた、危ない、危ない、結構攻撃が激しいんで、うわ激しい、うまくあの、いつ攻撃するかっていうところ、追いついたと思っても必要になってきますね。取った取った、どこだ、宝ジェンヌタイムです。今あの頭が、頭を下ろしてるんで、今頭を一気に攻撃してください。下向いてくれてる、あ、見つけちゃった。危ないよ、危ないよ、危ないよ、激しい、激しい、どうなってんの、あの炎来る、炎来る、よけ、よ、耐えて、耐えてよ、何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 、危ない、あの、ほら、ロックオンした状態だと、はい、あいつが頭上げた瞬間に画面グーンって上向いちゃうんで、あそうですね、ロックして、あんまり動いてる状態というか、ダウンしてない時に頭部ロックすると結構攻撃しにくいらしい。そうですよね、なるほど、はい、なのでダウンしてる時とか、ちょっとその疲れた状態で頭を下ろしてる時に攻撃するのがいいですね。ラコニウムソード結構ね、ガード性能もいいので、そうですね、持ってる時はガードした方がいいのかな。はい、全周囲ガードできるような性能が出ますね。ステップよりはガードの方がいいかもしれないですね。はい、うわ、うまくガードでタイミングを見計らいながら P のバスターディバイドをチャージして当てていくっていうのがあのいいかなというところですね。まあ、今回ちょっとイブニだけの装備になっているので、はい、皆さんが普段使っている装備よりはもしかしたら弱いかもしれないですね。はい、まあ、実際本番のプレイだとダークブラストも使えます、ね、そうですね、ダークブラストも使えるので、まあ、今くらいのタイミングだとあの使えるんじゃないかなというところですね。ペロペロするわ、ペロ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 してる、まあ、なすなかの2人今回初めてですよね、初見プレイっていうところもあって皆さん本当もう慣れていらっしゃってクエント城のルカは美味しいかい？尻尾の攻撃が相当痛いですね。そうですね、あ、今ダウンしました、ダウンしたかな、ダウンしましたね、はい、頭攻撃してみてみてください。うわー、尻尾攻撃だ、すごい、みんなで顔叩いてごめんね、ねー、エルトロ危ない、ガオユータで、ガオユータで、早見さんですからね。これね、エフェクトがかかっててね、若本さんみたいに聞こえるんですけど、あ、これ早見さんなんですか、はい、すごい強いわけだ、太い感じの、ねえ、はい、そう、追いつかなかった、エルトロ、またこれがまた、はい、これが結構避ける時代、避ける時代やね、避ける時代やね、避ける時代、これかっこいいな、よ、あ、向こうか、先に来たかったな、危ない危ない、これこれ、やばい、奥からも来るかね、めちゃめちゃ奥からも来たで、あれ痛いな、すごい、コナスの画面にしましょう、はい、今は、今は顔、あら今シープを若干コナスも死んでた、コナスも死んでたいいかなっていうところですね。なんで慣れてきたら頭直でもいいかもしれないですけど、頭直気持ちは足元から、なんで今尻尾がまだ残ってると思うんで、尻尾、尻尾は足にあるし、尻尾が光ってる、尻尾、足とか尻尾で弱点をうまく狙ってもらえれば、ここだ、ここだ、ラコニウム取った人は積極的に弱点を出させに行った方がいいですね、はい、数が多いとそれだけ見える、みんな尻尾攻撃してる、おっしゃ、尻尾壊した、あと少し、お、これをこれ最後の何これ、ね、最後の超必殺技です。ハマディどういうこと、ハマディ、これめちゃくちゃ激しいんで気をつけてください。ハマディどうすんの、ハマディ、ハマディ、ハマディ、危ない、あ、大丈夫です、何、ドラゴンの方見といた方がいいと思います、ドラゴンの方見といた方がいい、ダー、危ない、うまい、避けた、もう一回うまく寄せましたね、危ない、どこ行ったの、また来るの、また来る、危ない、エルトロ激しい、こんなちょっとうまく打てましたね、足もう一回いきますよ、ね、もう一回いきますよ、危ない、来る、なんだ、大丈夫そうだな、
大丈夫でしたね。危ない。はい、でこのさ一番最後になるとですね、はい、あのなんとラコニウムソードが12本出ますので、この機会にですね頭をあのガンガン攻撃してダウンさせてください。初めたこれは。小夏さん、はい、12本あるでしょ。12本あるから、いっぱいありますから、あるから取ってください。取りに行け、取っていいですね。あ、これこれ、あ、わかりました、すいません。あ、危ない、危ない、危ない、いっぱい出てきた。いっぱい剣あるけど誰も拾えてない。みんな拾ってないぞ。今皆さんでも今拾ってくれ。みんなあ、でもあの避けるのに必死なんですよね、今。だからあのラコニウムすると思ったらガードしちゃった方がいいですよ、あの攻撃は。危ない危ない。もう本当に最後の最後のフィニッシュのところなんで、まあ、ドンって出てるっていう感じです、ね。なるほど。これは浜崎さん、みんなで決めましょう的なね。はい、顔を狙うのかな。あ、これはまだ尻尾が、尻尾でいいのかな。尻尾で、尻尾がまだ光ってます。はい、で、あのダウンしてというか頭を下げたタイミングは頭ですね。はい、はい、激しいな。どこで、ああ、尻尾頑張って。頭、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 おめでとうございます。皆さんのおかげです、ありがとうございます。これはすごい戦いだったな。皆さんのおかげ、いや皆さんのおかげですってパッて横見たらルーサーがいた。びっくり、ありがとうございます。全知ですからね。全知だ。ちょっとプレイいただいた方何人かにちょっと感想を、ね、何人か感想を、はい、で, ではこちらのかっこいい赤いレザージャケットの方。あ、そう、楽しい。初めて知った、私パッドを使うもので。あ、そうなんだ。普段キーボードマウスなんですけども、ちょっと操作が始められなかったんですけど、まあ、やってるうちにすぐ慣れたのでなかなか、スイッチでも、まあ、画質もそこまで、そうですね、悪くないし、その操作がなんか遅延するっていうことも特にないので、そうですね、結構いいんじゃないかなと思いました。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとヒーローにも聞いてみてください。そうですよね、ヒーロー、やはりヒーロー、ヒーロー、ヒーロー、いかがですか。ベロさん、はい、いやラコニウムソードかっこいいなって思いましたね。今度ぜひラコニウムソードも作っていただきたいです。実は今日持ってくる予定だったんです。もう作ってて風邪ひいちゃって完成しなかったんです。風には勝てないか、ヒーローは風に勝てないそうです。やっぱ体調大事だから。次はね、ぜひ持ってあのオープニングみたいにくるくるって回転して、あのぜひ次また聞いていただきたいです。持ってても30秒で話さんとダメですよね。ね、1分間だけ持っている。ありがとうございます。ありがとうございます。女性とかにも聞いてみて。そうですね、クーナはあの事情があって喋れないですもんね。じゃあこちらの女性いかがでした。ラコニウムソードがよくわからない。よくわからなかったですか。そうですね、どのかわからない。ラコニウムソード、そうですね、あの PA があのチャージできる PA になっているので、そこがちょっとね、うん、癖があるのでですね。そうですね、はい、あの少しそのあたりはあのプレイ重ねる中で慣れていただければ、うん、あと本番だとチュートリアルとかも出るんでね、はい、あのそのあたり見ていただければいいかなというところですね。そうですね、はい、20日の配信されたらまたちょっと何回か試して慣れていただければと思います。楽しかったです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ルーサー、一応ルーサーさん喋れる。オッケー、オッケーなんだ。どんなボイスか、いいんだ、どんなボイスかがこう、いやいやいや、すごい。ルーサー様いかがでした。演算の必要もない。すごい、さすがルーサー、さすが、さすが電池、素晴らしい、素晴らしいコメントでした。はい、以上、以上、以上、現場でした。現場でした。ナスナカの二人がどうでしたか。はい、いや、ちょっと今までにない感じで楽しいですね。あのラコニウムソード取った時、ちょっと、うん、まあ、60秒ですか、はい、60秒だけちょっと他の人より大ダメージ与えるじゃないですか、はい、あれがなんか自分が守ってる感じでかっこいいですね。よりね、めっちゃ楽しいです、はい、誰がソード持ってとかっていう作戦も大事になってくるんですよね、うん、そうですね、ねえ、そう、だからちょっとハラハラしますね。ね、激しいし攻撃も、うんうん、ただあれですね、実際はあのエキスパートになると多分自分で鍛えてる武器の方がダメージは普通に入りますね。そうですね、入るケースもあるかなと思います。あとはやっぱり弱点を出すためにラコニウムソードを使うっていうところのギミックになってくるかな。なるほど。ただまあ、ある程度のところまではラコニウムソードの方がいいです。そうですね、戦闘性能はある程度つけてますん で、 結構武器を極めてる方は自分の武器の方が強かったりはします、ね、なるほど、はい、
なんでまあそこはあのダメージ比較していただいてですね、はい、こっちの方がいいなっていうところで戦略立てていただけるといいのかなというところですね。はい、いや楽しかったという感じ、はい、という感じでしたが、ね、結構時間に余裕がありますよ。まだまだいいか、まあそう、まあけど、はい、まだどうせ押すんだろうと思って、はい、そうですじゃあプレイいただいた、協力いただいた皆さんに改めて拍手をお願いします、はいはいはい、ありがとうございました。お疲れ様でした。実はですね、プレイしてくださった皆さんにプレゼントがございます。はい、はい、ネカフェ用のポスター PSO2 のポスターがございますので、これを受け取って帰ってください。はい、はい、はい、皆さんご協力ありがとうございました。ありがとうございました。盛り上がりましたね、プレイ、はい、ありがとうございます。楽しかった。すごいで、エリュトロンはやっぱ強いっす。そうですね、強いっすね、はい、最後の12本がむちゃくちゃ楽しいっすね、はい、かっこいいっすね、あれかっこいい、見てるけど誰も取れてなかった。いや、でも最後の方にちょぼ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 って、はいはい、で、あ、そうだ、で、ちょっとすみません、補足がありまして、はい、今日ちょっと特別なロムなので、成績とかが出なかったんですけども、はい、失敗条件はタイムアップのみですかね。そうですね、で、時間も50分、59分59秒なんで、はい、まあ、ほぼほぼ失敗しないかなっていうところですね。そうですね、で、はい、リザルトなんですけども、ちょっと私ですね、さっき会場で質問いただいたときに、はい、時間関係ありませんって言っちゃったんですけど、はい、すみません、間違いで、時間によってそうですね、まあ、ただ基本的に普通にプレイしていただく時間で S ランクは取れるようにはなっているので、ね、だから倒せればほぼほぼ S、はい、ってことですよね、っていう風なものにはなっているので、はい、あまりそこは心配なさらなくてもいいのかなというところですね。そうですね、はい、で、大体で1回基本的には1回の派生につき1シップ1回だけプレイできるような形、はい、というのは今まで通りのレイドの仕様になっております。はい、はい、以上補足でした。はい、はい、いや本当熱い戦いを、ね、皆さんに繰り広げていただいて、いや、めっちゃ楽しかったです、本当、あれ見てるのもすごい楽しかったですし、はい、ね、激しかったね、本当入り込める感じですね、倒した時の達成感がすごかったです、ね、これより難しいのが1月末に待ってます。そうですね、いやー、入れたなぁ、強い、はい、ということで本当に協力してくださった皆さん、ありがとうございました。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 はい、で、ここまでで浜崎さんは、はい、い、ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあぜひ最後に、ね、会場の皆さんとニコ生をご覧の皆さんにメッセージは、はい、お願いします。はい、今年1年間ですね、支えてくださったユーザーの皆さん、本当にありがとうございました。来年以降もですね、まあ、立て直しも含めまして、皆さんが楽しめるようなコンテンツですね、今後も作っていきたいなと思いますので、来年以降もですね、PSO2、楽しみにしていただければと思いますので、引き続き応援よろしくお願いします。今日は本当にどうもありがとうございました。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 ハマディー、ハマリー、ハマリー、ハマリー、皆さん、あてと拍手でお送りください。はい、ありがとうございました。ハマリー、ハマディという声が声量から、ハマディコール、ハマディも結構音いいじゃないですか。いいですね、ハマディ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 みたいな、ハマディ、ハマディ、これだ、これだ、これだ、懐かしい。